はい、インボ飯です。よろしくお願いします。今日はうまそうですね、見た目が。今日はね、あのサロン会員の、はい、メンバーさんのリクエストなんですけど、 NOZY ノジーさん、ノジーさんっていう方のご紹介で、コングクスっていうね、なんか韓国料理、明らかに韓国系の名前ですね。そう、俺この料理聞いたことないんだけどさ、なんか写真がうまそうだったから。なんかうまそうですね、盛り付けが。じゃないですか。一応ね、コングクス風らしいんだよね。コングクスイムニだって感じだね、じゃあこれは、うん、そうだね、まあ、独自になんかアレンジしてもらってるらしいです、ね。うまそう。こんな感じです。どん。でぎょうす。でぎょうす。味付けはね、一応めんつゆと豆乳。ごま油の香りがするんでね。うん、キムチとかも入ってるし。ちょっといいんじゃないですか。まあ、そうめんですか、これ麺は。そうめんらしい。うまい。うまっ。辛くない担々麺みたいな味だね。うん。あ、そうね。担々麺すごい近い。すげえうまいんだけど。うん、こんなうまい。これ家で作れるんだ。あいつコングスクス専門店出した方がいいね。これはうまい。まあ、作り方ね、全部載ってるんだよ、サロンに。俺も作るわ。これサロン入ってないと作れません。これ無理じゃない。そうだね。これ多分隠し味とかあるもんな。さすがに無理だと思う。これクックパッド乗ってないわ。よくやったねこれ、うん、これやばいな。いや、すごいっすね。日韓関係よくなりそう。これこれ武器にしたら日本従うか、うん、あ、そっか、うん、こっちもなんか用意しないといけない、うん、これだって出されてきたら多分日本植民地になるよね。ちょっとアウェーだもんね、うん、ということで、今日の本題はですね、まあ、やっぱり今世間にぎわってるのはやっぱ東京都知事選ということです、うん、もうほぼ4人ですか、絞られたっていうか、ほぼ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 、まあ、緑のあのおばさんと、まあ、R さんと白い R さんあとは誰だっけ、もう一人、あの恥を知れ兄さん、恥を知れ兄貴、恥を知れ兄貴と、あとあれね、玉神さんね、まあ、このほぼ4人の戦いになるんじゃないかみたいな話になってますけど、まあおそらくだけど、まあ、多分ユリ姉じゃない、流れ的には。だけどやっぱその対抗馬として、やっぱとにかくユリ姉があんまり、まあ、評判良くないっていうかさ、まあいろいろ言われる人じゃないですか、ネガキャブとかね、うんうん、だから、まあ、それの対抗馬としてやっぱいるから、ニーネキを一番推してるみたいな、そういう話をなんか聞いたことあるんだよね。ユリコさんは自民公明が推してて、あ、そうですよね。でニーネキさんが立憲民主と日本共産党、はいはいはい、ちょっとこう野党側がね、じゃあユリコの方が有利。まあ、今のところ、まあね、実際あのニコニコ動画もサーバーダウンしてますしね、ネガキャンというかその対抗馬がちょっとこう表現しにくいような今環境になってるから、まあやっぱりそもそも影響力を持ってる人が勝ちやすくなってんじゃないのっていう気はしますよね。まあ僕らあえてこう名前は言わず、僕らが勝手に決めたニックネームでちょっと言ってるんですけど、まあちょっとその辺についてね、まあ軽く触れていこうかなと思うんですけど、今回は東京都知事選という、これはあくまで個人的見解というか個人的感想というか、よく言われてる話だよ俺が今からするのは。界隈でよく言われてる話、まずやっぱさ、あのほら今の、まあ、緑ネキはさ、まあ確かに東京都にこうね、都民にこうお金をこうさあげるみたいな話もあったりする、めっちゃ金くれるね、その金配りなところもあるんだけどさ、まあいろんな疑惑がある人なんだよ。それこそあの学歴詐称問題とかあったし、まあ本当いろんな問題を抱えてる人でもあるんだよね。あとは個人的にそれやべえなと思うのが、新しく家建てたらソーラーパネルも義務化ですみたいな、これによって100万ぐらい上がるみたいよね、実質負担額というか。とにかく今までかかってなかった100万円がかかるようになるんだって、お金が。だからそれはやっぱり利権じゃないですか、メガソーラー利権っていうのがあるからさ、実際にさ。でいわゆるそういう詐称問題が出ちゃったから、うん、まあ、それを揉み消すためにいっぱいメディアにこうお金を払ってとか疑惑あるわけですよ、うん、そういう広告代理店とかにその報道を揉み消すためのまあお金を出したりとか、うん、あと要するにその国のインフラっていうか、まあその東京都のインフラとかに関しても外資にこう売るような動きをしてる方なんですよ、緑ネキさんは。だからそういうことで結構まあ問題なところがあるんだけど、じゃあその対抗馬として今ちょっと人気のあるニーネキ、まあ、ニーネキよくあの公職選挙法だろうみたいな感じでね、ネットで叩かれたりしてるんですけど、ニーネキはニーネキで結構調べた限り問題はあるんですよ、ニーネキ自身で。基本的にこの緑ネキさんとニーネキさんは憲法改正派です、そもそも。そもそも、まあ、この時点で、まあ、僕ら都市伝説界隈ではまずいんじゃないのという空気感はあるわけです。で例えばだけど、最近ここに1年半か2年ぐらいに日本がさ、民間だった軍需企業を国有化しましょうっていう話があるっていう話をしたことあるじゃないですか、まあ、これについても結構推進してきた人というか、まあ、いわゆるそういう戦争法案、日本が戦争するための法案に対しては結構肯定派だった人だ。まあ、あとあれですよね、 NTT ってあのもう官民がこう使うものだったんだけど、まあ、民間もそうだし、国とか
自衛隊とかも使ってるサーバーですよね、これね、大事な電波ツールなんだけれども、まあ、これが株が結局外国に買われるわけでしょ、だから通信インフラってところがもうさ外国に逃げられるわけじゃない。こういう危険な法案に関しても、まあ、やはり党としてというか新根木さん自身もやはりこうどこか、まあ、それが決まるための、まあ、間接的にやっぱ協力しているような状況だったんですよ。あとはやっぱね、これ YouTube でちょっと本当に万対象になる話なんだけど、やっぱりあの V だね、やっぱ V を結構推進した人なんですよ、実際問題。これが、まあ、緑ネキさんもそうだったんだけど、でこの2人の多分どちらかが当選したとなると、まあ、やはり V は進むだろうね、これからも。これが結局今日本でちょっと問題になり始めてきてるんだけど、また推進の流れに行くだろうね。だし東京に、来年からさ、来年4月からだったかな、アルファベット3文字の組織が日本に拠点作りますよね。でそこにおいてもやっぱ多大なる貢献をしてしまうと思うっていう状況になると思うんですよ。で実際ですね、この V 問題に関してはさっきも言いましたけど、結構日本でもいろいろ問題になってるんだけど、この2人はなかなか説明をしない、推進する側だったんだけど、この状況が一体何度起きてるんですかっていうところに関して、まあ、なかなかやっぱ説明をした方がいいんじゃないのっていうふうには僕は思うんですよ、ね、あのインフルエンサーに説明を求めろみたいな世論結構ありましたけど、ネット界隈で、いやまずはでしょ、まずはやっぱ政治家さんから、言い出しっぺ、政治家さんから説明してもらうべきでしょと俺は思うんですよ。だからそこら辺の優先順位もちょっとおかしくなってんだよね、やっぱネット界隈では。だってそもそもさ、 V に関してはさ、認められてるだけでもまあすごい少ない数ではあるんだけど、過去の全被害数を超えてるんですよね、もうね、これだけで。たった 3,4 年の話中だけで、過去なんだ45年ぐらいのかな、そういうのが始まってから超えてるんですよ。何十年間ってね、撃たれてきたものも中にはあるわけだ、うんうん、それよりも多いってこと。そう、それ出た被害数をたった3年で超えたわけですよね。これ本当そうなんですよ。だからそこに対してやっぱり一体これはどうなってんだいっていうことを、それはやっぱね、まあ、東京都の知事になる上でやっぱり説明を果たした方がいいんじゃないのっていうふうには思うわけですよ、うん、日本国民として。で今後も増えるわけですよ。だってあのレプ V っていうのが今度出るからね、今年の10月からよ、レプ V。 10月、うん、あの日本で初めていわゆる承認されたと言われているレプ V、ね、ニュータイプ、要するにこれを V をしてようがしてないかもう関係なくなるってやつ、うん、免疫学者とかがもう、いやそれも汗からもう出てくるぞと、で周りに移るんだぞって言われてる、あのすげえやつ、これ日本で初めて。で今これロシアだったかな、ヨーロッパだったかな、まあどっちもヨーロッパなんだけど、あんなもんを日本初めて承認するのは、日本はもう悪魔が救ってる国だみたいな、なんかそういう報道されてるみたいで、これだから日本人は根絶やしにするべきだみたいな、日本人全員悪魔だぞみたいな報道されてんだって、だからネガキャンだよね日本に対して、うんうんうん、で日本は別にその潰してもいいんだぞみたいな、だからあのどっかの国の反日教育みたいな感じのネガキャンがされてるんだって。これも仕組まれてるよね、日本がなぜそれを世界初承認したのかっていうところもなんか全部仕組まれてる気がする。それは戦時中の日本でさ、アメリカ人っていうのはめちゃくちゃ怖い人たちなんだよみたいな教育を受けてきたみたいな、うんうんうん、もうそれが今日本が、まあ、他の国から思われてるっていう結構やばい状況になってきてるんですよ。だそういった意味では日本人はこれからやっぱ減らされていく対象になるだろうし、まあ、そのためのなんか正当化みたいなものを、まあ、メディアを使って報道されたりするんだって、うん、まあ、実際ね日本でも、まあ、企業名はちょっと言えないですけど、まあ、いろんなあの企業がですね作ってますよね、新しい V を。もう本当いろんな企業がそれにも参入してきちゃってるわけだから、やっぱ国を挙げてもうその流れではある。だからこの流れ断ち切れないわけですよ。この流れに対してやっぱ反対の動きをする人、この4名の中にもいますけど、そういう人は絶対選ばれないだろうね。だからもうこれを推進する人しかもう選ばれない、まず基本的に。あとやっぱその憲法改正派、これしかもう無理だと思う。いくら国民がそういう人物を投票したところで書き消されるそんなもの。まあ、実際ねレプブーに関してももうすでにね臨床試験行われてるんですけど、だいぶやばいみたいですね。ただやっぱそれは全く報道にも載らないし、なぜかその国会の話題にも載らないんだと。まあもう載せれないんでしょうね、これに関して、うん、NG 出されてる、ね、NG 出されてますね、もうね。だから結局そのこれはあくまで俺の意見だけど、緑ネキかニーネキ、うん、どっちになろうと別に変わらんのじゃないかと。結局そうだね、その根本は、うん、まあ、どっちかになればいいよっていう、うん、うん、ってことなんでしょうね結局。うん、だからもっとその自衛隊2期は多分無理だろうね。メディアの変更報道とかによっていろいろと不利が、うん、あるしね。そうだから結構今そういった意味では、ニーネキさんはやっぱりその対抗馬としては人気があるんだけど、まあ、結局変わんないんじゃないのっていうのが俺の意見なんですよ。ニーネキさんね、今祖国が危機的状況だから、危機的状況ですもんね。まあ、だからどうなるんですかね、でもね、まあ、そのそこの島を守るため
には結構積極的なんです、ね、まあ確かにそう島を守ることに関しては、まあなんか結局そのやっぱ世の中がさ大多数意見ってやっぱ怖いなと思う、本当流れもあるじゃない、そういうムーブメントみたいな、うん、だから結局、まあ、そのトランプ対バイデンとかもあるけどさ、うん、これぶっちゃけどっちになってもいいようになってんのよ結局。だから昔ねとあるあのアメリカの政治家がさ言ってたんだけど、選挙はもう貧乏くじを引くようなもんだと、もう全部なんかこううまくできてんだって。だからそのなかなかこう難しいんですよね、流れをこう変えるっていうのは。どうなってもいいようにいろんなパターンを想定して、想定されシナリオを作ったりされてるし、推奨できるですもん、力レースのような感じもあるからね、実際世の中ね。これはもう皆さんの想像してみるとなんとなくわかると思うんですけど、その流れの中で、まあ、対抗馬として、ニーネキさんもどこか人気が出ているということなんですよね、うん、投票先がまだ決まってない人って結構選挙においても大事らしいよね。確かに確かに。でもどうなの、2016年のアメリカ大統領選、ケンブリッジアナリティカっていう会社が投票先が決まってない人のそのフェイスブックのアカウントとかにトランプに投票するように呼びかけるような広告流してたりしてるから。なるほどね。そう、じゃあ変わんのかねこれね。だどちらでもないみたいな層が一番あれなんだろうな、票数としては多いのかもしれないね。ね、動かしやすいのか。これが変なとこ入ったらどうなんだろうね。変なとこ以外ね。二択以外に言ったら。どっちでもないってことだから、いっぱい目についた人に方に入れそうだもんね。まあ、そうだね。じゃあそういう人にバンバンこうね、そういう情報流したりとか、うん、画像流したりとかしながら、でも結局多分もう多分二択ぐらいに絞られてくるんじゃないの。ティアワンか。なってくるんじゃないのかな、結局どっちになろうかってことなんじゃないのかな、うん、って俺は思うんだけどね。どっちなんだろうな。まあまあまあね、多分これに対していろんな反論してくる人いるだろうけどさ、このコメントもおそらくね。いや俺はそう思うよ。他2人はどういう主張してるんですか。もう一人のあの人でしょ、ティア3。いやティア3もね結構でも多分あの人もこっち寄りだね、ティア1寄りだね。ああちょっと待って、一番ないのはティア4の人よ、うん、あ元あの、うん、自衛隊2期ね、元自衛隊2期は、まあ、一番ないだろうね、あの一番そのアンチ側だからさ動きが、うん、体験も嫌がってる、もちろんもちろん、うん、そっち方面の人なんで、まあ、不利だよ、うん、だからまあ最悪だから、まあ、まあ最低でも三つどもえかってところ。エアフォースの方が別にダメって言ってるわけじゃないんだけど、もちろんもちろん今の、うん、世界の流れを見ると省かれるでしょうねっていう、うん、まあ、ダークヒーロー的なというかさ、そんなタイプだと思いますけどね、うん、まあ、すごい人気がある方ではあるけどね、うん、ネット上ではそうだね、まあ、ただね彼も以前結構まあ、問題を起こしてね更迭されちゃったからね、まあ、それに対してはすげえ深い理由があるんですけど、まあやっぱ緑か、緑かな。恥を知れにきはまだ結構厳しい、ね、厳しい、ね、でもまあそっち寄りではあるんだけどね、一番影響力あるじゃない緑が、まあ、緑圧倒的だね、うん、圧倒的パワーがあるじゃない、なんじゃないかなと思うけどね、うん、知名度系やっぱ世間的にね名前も知れてるしね、まあ、でも本当ねその票ってやっぱ、まあ、すげえ簡単に言えばやっぱメディアで動くし、どんだけメディアが推進するかだと思うよ、まあ、実際してるしね。だってやっぱそういう疑惑みたいなものが、まあ、もみ消されてるじゃないですか、だいぶそれはもうメディアの力が働いてるから、だから、まあ、どっちかじゃないのと思うけどね、まあ、そうだね、流れとしては4人以外が全くメディアに出てこないって出てこないよね、誰か分かんない、出てこないし、まあ、その元自衛隊2期さんもね、あの、うん、あれ出ちゃったからな、あのほらフーのさ、うん、あの条約反対デモ、あの東京日比谷公園で行われた、うん、あれ出ちゃったからね、あれでリーダー格みたいな感じだったの、発起人かゲストかみたいな、まあでもそのいわゆる発信者として絶対来てるから、うん、やっぱあれ出ちゃう、だあれ全然報道ならんもんな、うん、あれだってすごいデモだったんじゃん、だって何万人って集まったわけじゃん、もうそれが結局メディアに報道されないってことがもう真実じゃん、もう真実がもう明らかにその流れがあるじゃない、一切そういうのやっぱ表で出せないやっぱ理由があるってことでしょ、うん、でもやっぱその流れを推進してるのはやっぱりその緑さんとか兄さんなんじゃないですかね、やっぱ、うん、まあなんかすごいヒーロー的な感じでさ、緑を倒すヒーローみたいな感じで結構表立てになってたりするんだけどって感じだな、やっぱそれはやっぱメディア、やっぱメディアは怖いなと思うよ政治ってほらどうしても過激なところがさやっぱあるじゃないですか、うん、思想として、うん、やっぱそういう人たちがこうわーってやっぱ火つけてくるからね、まあこれはねみんな誰になってほしいかみたいなコメント欄でやっぱ募集してみたいな気になるね気になるね、投票箱そんな意見あるよって俺みどりさんに持ってくから、うん、代わりにポンと、うん、代わりに俺が無理だったらあのヒカキンさんに頼むから、そうだね、うん、あれで知り合いでしょ、だってあそこは友達でしょ、もう一回タイアップしたでしょ、そうだ、ね、でも金さんにそれ一回持ってってもらって、そうだね、これうちの意見ですって、うん、グリングリンっていや怖いよメディアは、なんか俺はだからその2つになるんじゃないかなとは踏んでるけど、まあそうだね、メディアのせいでちょっと不公平だもんな、不公平不公平
公平、内部公平よ、うん、本当に公平な選挙ってないんじゃないですか、やっぱりメディアがあるから、うん、偏るからね、あれでね。でほとんどがその政治的無関心の層が多いわけじゃないですか。で、あのやっぱお金くれるから絶対ね、緑がいいっていう人もいるし、まあ、てかまあそういう人たちがほとんどなんじゃない、やっぱね、お金に余裕がない人の方がほとんどなわけだからね。 DV 彼氏みたいみたいなコメントが結構バズってました。ああそうなんだ、やばいことするけど金くれるからみたいな。そういうことね。土地からしたりあれ結構怒られてますね、うん、あの都庁のマッピングでしたっけ、マッピング、あのなんかすごい変な、変なって言ったらあれだけどなんかくる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 踊ってる、うん、あれもやばかったからね、あの岸田さんの今知ってるウクライナやばいの知ってる、財政破綻の危機、ウクライナがやばい、ウクライナがデフォルトの危機みたいな、もう俺みたいな、もうニュース出てんのよ。え、じゃあそれの保証国日本だからね、やばいじゃん、やばいよ、連帯保証人みたいな、連帯保証人もう終わりで、踏みをありがとうって言ってたもんね、ゼレンスキーがね。どうすん、終わったぜ。でもゼレンスキー本人はめちゃくちゃ儲かってるらしいけどね。でもありがとう、うん、あいつだってもうウハウハですよ、もうね結構やばいみたいよ、やっぱウクライナ。じゃあそこで新紙幣発行だからね、うん、タイミングでいいね、うん、今お金集めしないと、うん、だそのうちあれですよ、多分そのNISAとかに関してもさ、やっぱりお金取りますとか言い始めるよ多分。だからほらマイナンバーが最近やばいこと言い始めたじゃん、その携帯契約するときに、あそうマイナンバーカードないとダメみたいな、契約ならいけんじゃない、機種買ってはどうなの、本体だけ買うみたいな、あ本体だけだったらいけんじゃない、そのなんかプランとかに、あプラ変更とかってこととかは多分必要なんじゃない、その新規契約とかもそうだけど、今ネットで買えるよね、 SIM 契約できるよね、うん、そうなんかね今普通に出てたよ、ニュースニュースであった、今日見たわ、あれ結構盛り上がってたよ。携帯電話契約する際に必要な本人確認の方法としてマイナンバーカードに搭載されて IC チップの読み取りを事業者に義務付けるってこと、はいはいはい、はい、決定したって言ってるもん、これなんか必要ってことだよねこれね。あオンラインでのそういう契約もあるのか、今世の中では。 あれはもう完全に一本化だって、マイナンバー、うん、で対面もマイナカードなどの IC 読み取りが義務化されるから結局必要になるんじゃんっていうことだよね、うん、これね。免許証とかでもいいのかな、免許証 IC チップ入ってる、あでもほら対面契約の場合もマイナンバーカードなどの IC チップ読み取りでの本人確認を義務化するっていうから、これありきなんじゃないのか。今のところ IC チップ入ってる身分証って免許証とマイナンバーぐらいしかないんですか。免許証でもじゃあいけんのかねこれね、なんかこれ書き方がなんかすごい、え、このマイナカード必要ですよみたいな書き方だよねこれね、うん、マイナカードはなどって、うん、他何って、本当にもう逃げれなくなってきたね、うん、ちゃんと、まあ、だから結局でもあれか、マイナカード持ってなくても結局免許証とかのチップ読み取りは義務付けるってことだな。今までそんな必要なかったよね、なかったけど、でも俺みたいにさ免許証持ってない人はさ、うん、もうこれ作んなら買えねえよな、強制、ね、そういうことになるよね、もう免許取り行くしかない、あ逆に俺さすがに買えないとやばいなこれ、な11プロだからね、あ11プロか、それアップルストアとかで買えばいい、あね、SIM って入れ替えればいいけど、そう、それで入れ替えるなら別にこう買いでいいんなら、俺もう携帯ショップな6年ぐらい行ってない、ああそっか、だからこのニュースなんか書き方がちょっと意地悪だな、うん、もういかにもマイナーカード必要だみたいな、これもう策略よ、うん、策略、確かに、あ終わった、もう作んなきゃって、うん、作んなきゃって思う人絶対いるよこの書き方、これで作る人いるもんね、うん、いる、記事見ただけ、しかも見出しだけ見て作る人もいる、ほとんどだからね、うん、などのって言ってるから、でもまあどちらにせよより厳しくなるよってことだよね必要になる頻度が増えるって、個人追跡もやっぱりどんどん集約されていくだろうし強化されていくってことだからねこれね、結局ね、そうそう、やっぱそうやって徐々に徐々になるのよ。だから今さこれ憲法改正ちょっと今期中厳しいんじゃないかみたいな世論あるのよ、今風潮もあるけどさ、これ何回も繰り返すのよ、やっぱしないよするよしないよってやっていくとだんだんおかしくなってくるの人間って、なんかいつか変わるんだろうなっていう感覚になってくるの、ああもうあそういうこと、だから受け入れやすくなるの、いきなりはい変えますだと反発来るじゃん、なるほど、ね、ふざけんなよってなるじゃん、はいはい、なんでそんななんかあのやばい法案通すんだってなるんだけど、うん、あじゃあやっぱ今回見送りますって言って、それが賢いな、でももう今の日本の風潮ってもうさ右向け右だから異言葉は異言になるわけだね、だからやっぱりどこかまだ反対勢力があるんだろうな、なんかそういう心理的な効果があるのかな、心理的な効果あるんだと思うよこれは、ずっとこうやって揺さぶりをかけてくるみたいなね、まあそんな感じですよね、だからまあもう対決はもう緑か2位かみたいな、うん、なってくるかな、2位が1位か2位が2位か、じゃあ質問に行きたいと思います、母の日父の日がありましたがお三方何かされましたかっていうのと、ご両親とどんな会話されるんですかっていう質問がサロンのサグタクさんから来ています、あのね全部忘れてたね、確かに母の日っていつなの、5月
じゃないですか。で、6月が父の日があった。最近かな、多分。俺そういう習慣ないな。俺あんまりさ、誕生日とかもそうなんだけどさ、あんまり特別しない男なのよ。毎日がエブリデイ。その、うん、つまんねえ男で申し訳ないんだけど、結構俺はなんか淡々としちゃってるから、日頃から感謝してるみたいな。そういうことにしとこうや。いや、すっかり忘れてたね。で、俺親は宇宙人なのよ。みんな言ってなかったと思うけど。ご両親が宇宙人。宇宙人なんだよ。あ、じゃあ 100% 宇宙人だ。うん。ヒューメイリアンとかでもなく、純宇宙人。うん、あの、エイリアン。普通に。うん、これ黙ってたけどみんなで。でもないね、そういうの。でも、サグタクさんは、うちには独立した息子が2人いますが、まあ、困ったことがあれば、手を差し伸べれればいいなと思ってますって、うん、結構。あ、でも、その、俺もその、エイリアンと良好よ、関係は、うん。やっぱそこは。通信も。どんな会話されますかってやるんですけど。どんな会話？普通だな。結構日常会話だから、その、エイリアンも。それ別にその、指令とか送ってこないから大丈夫かな。なんか、たまに電話してるときに、ちょっと時事的な話したりしてません？なんか、ニュースあれ。どうなのみたいな。いやいや、してないしてないしてない。してない。それ宝くじ買ってこいっていう。買ってこいって。いいね。宝くじ買ってきてって。その当たるとこで。で、いつも頼まれるだけ。宝任せなんだね。今年クワガタやべえぞとか。そういう会話しかしない。いいな、うん。最高じゃん。あ、そういう感じなんですね。やっぱそのクワガタの量で会話量変わってくるから。クワガタ飼ってるんですか、じゃあ。あ、飼ってる、飼ってる、飼ってる。いいな。家で飼ってる。いや、若くはないよ。それ、あれ、親父の趣味だからね。クワガタとかね、飼ったことないの。あ、ギラファはちょっとあるんだね。あ、ちょっとね。ギラファ飼ってたと言える。あれ、カブトムシはね、すぐ死ぬのよ。そう、カブトムシは1年だ、ね。クワガタはね、下手したら水もあげなくても、冬越す。あ、そうなんだ。うん。冬眠するから、あいつら。カブトムシは冬眠前にね、死ぬ。死ぬんですよ、終わりだね、あいつらはね。まあ、うまくやれば生きるのかもしれないけど、俺は未だかつてその、冬越させたことはない。クワガタは生きるね。弱るけどね。そんなこと言う、あなたはどうなの、母の日、父の日、なんか、お前らなんかそんなあげないんかみたいな感じで、聞いてきたけど。おめでとうって LINE が送りました。おめでとうって、何、どういうこと、母の日っておめでとうなの、母の日おめでとうって送って、ありがとうって。母の日っておめでとうな日なの。そんなメッセージする人いんの、それ。去年はプレゼント送ったんですけど、うん、今年忘れてて、うん、その日当日に気づいたんで、うん、プレゼントはないけど、うん、忘れてはないっていう意味で、いつもありがとうとかちょっと恥ずかしいから、うん、おめでとうって言って、忘れてないよって意味で送った。お前親不孝な息子だな。母の家でおめでとうな日ではないってことだよね、本当はね。ありがとうな日ってことだよね、最強感ね。感謝の日だ。何がルースなの。あれなんかさ、どうせなんか商業系の策略なんじゃないのと思うけど、ね、違う。アメリカとかにもあるよね。あ、あるか。バレンタインデー的な、やっぱそういうあれなのかな。それ臭いよな、ちょっと。だってね、なんか買うもんね、物ね、プレゼントでね。別に誕生日にあげればいいんだけど。まあでもそういうこと抜きにね、まあ、日頃からということが大事なんじゃないでしょうか。あ、いいですね。そういうことにしておきましょうよ。うん、まあ、ということでね、まあ、東京のお母さんは一体誰になるのかと。確かに。いうことですから、どうなるかという。全国に影響ありますよね。あるんですよ。日本のお母さんみたいなもんよ、だから。聖母。東京都知事選は。シティの、ね、生活に影響するからな。お母さんになるのか、うん、私お父さんになるのか。親父の可能性もありますから、まだ。まあ、これはちょっと、まあ、皆さんの意見も聞きたいですね、コメント欄で。そうですね。はい。ということでお願いします。信じるか信じないかは、あなた次第です。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。緑と、刈り上げが好きな人はぜひ DMM 入ってみてはいかがでしょうか。スープロです。プロ集という字は今日取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの。動画撮ったりとか。ああ。